はいどうもお久しぶりのアイゾーです。おきに、ね、今日はいろいろこの空白の3年間をお話ししたいと思います。おきに、あのね、皆様はじめまして、アイゾー TV のこの番組を借りまして、うちアイゾーくんのちょっと先輩にあたりますゴミヒロエと申します。おおきに、これ何、虫ついてる？ちょっと飛んでいった、失礼します。ただいま、南丹市八木町の大井川をバックに、何をお話しさせてもらったらよろしいんやろうかね。まあ、愛族の先輩にあたるんやけども、この地元南丹市で活動させてもらって早くも1年と6ヶ月が過ぎるんどすかね。いろいろと地元のステージとか、最近やったら園部城祭りとか、高槻ジャズストリートとかも出してもうて、いろんなご縁で本当にありがたいですわ。おきにゴミさんところでどこ出身なんですか？ゴミ、はい、ゴミはプノンペン。プノンペンってどこやろ？どう流れ着いてる？いや分からんけど、生まれた時からもうすぐなんか船に乗せられて、もうたどり着いた場所がプノンペン、はいはいはい、でそこでもう8歳まで過ごして、ほんでちょっと3ヶ月ちょっと虫、これくっついてる？くっついてない。髪の毛？あ、髪の毛。それからほんでリオネジャレイロに、なんでリオネジャネイロに3ヶ月ほんで、ちょっとその腰の動きとかね、サンバ的な動きをちょっとマスターして今のちょっと踊りに活用されてるのちゃうかなって思いながらも減って、ほんであとそっから何歳や、8年の3年の11歳やろ、ほんで11歳から、31歳まで、ここ地元戻ってきて、地元はプノンペン生まれやね。プノンペン生まれ地元、ここに越してきて、はい、ほんで何やろ、つつうらうら、頑張ってます。はしょりすぎ31やろ。ほんでそっから南丹市、園部町、美山町、まだその時はだから園部町だけあって南丹市ってんな、今何年経つんや、南丹市になって20年ぐらい経つんかい？どれぐらい経つ ね、またちょっとじゃあ調べておきますね。はい、そやし、このやっぱりなんでうちがこの南丹市にこだわってるか言うたら、なんやろ、好きなんやわ単純に、その街の感じが、街と田舎の融合。ほんで正直やっぱり昔の時と比べたらお祭りごととかちょっとやっぱり減った気もするし、ほんでやっぱりそら大きい何スーパーとかできたら、やっぱり商店街ってね、ちょっと寂しいけど、小売業者が潰れていったり切ないけども、やっぱりそれでも今頑張ってはるとこ頑張ってはるし、ほんでやっぱりね、いろんなアイデア持って、この園部の蔦屋さんとか、布安さんとか鮮魚のね、あれ布安やね、知ってる今ちょっと漢字を思いの、そう、布の安いって書いて布安さん、鮮魚の、そうそう、魚もめっちゃうまいし、ほんで蔦屋さんの今かき氷やったはんねん、ちょっとまだ今回行けてへんやけど、いろいろそういうね、やっぱり頑張ったのとかはやっぱり成功してはると思うし、苦労と努力を重ねられてね、だからやっぱりうちはそういうとこ応援できる人間な、早くなりたいし思うしね、ほんでそう、ほんで今うち53歳、もう永遠の53歳ですわ。ゴミヒロエだけに、わかります？
うん、ゴーミでだけに、ミもう3もできてへんもん。いやほんまにね、だから それであのポイ捨てをしないね、川上からきれいにして海を美しくしたいっていうので、あのポイ捨てを開いながらも、うん、大丈夫時間。全然大丈夫、うん、いやほんでね、この間そのゴミ捨ての話、ポイ捨ての話やけど、園部城祭り歌わせてもうて、うん、でその歌う前にめっちゃあの子供の未来を守りたいみたいな感じで、あのポイ捨てを、ポイ捨てが減りますようにっていうのを伝えた上で、あの捨てないでを熱唱させてもらったんです。私のオリジナル曲捨てないで、 YouTube 初めて見られた方はわからないかもしれないですけど、はい、後からまたちょっとアカペラで歌いたいんですけど、あのそれをなんか歌う前に伝えたら、そのお祭りが終わって、その部城お祭りが終わった後に、後日スタッフさんから電話かかってきて、あのびっくりするぐらいゴミのポイ捨てがありませんでした言って。すごいね。いやそれめちゃくちゃ効果あるやん。効果あんやろか。いやでもほんまにね、ありがたいし、あの高槻で歌わせてもらった時も、捨てないでを聞いてくれてあるお客さんが、なんか僕パッとしゃがまはった見えたんすよ。ほんならゴミを拾って、なんかこううちにこうゴミ拾ったよみたいなアピールしてくれはって、じゃあめっちゃだから一瞬曲歌詞飛びそうになったけど、あのすごいありがたいし、でもね、一つだけ言わせてもらっていい？言い訳っぽくなるけど、園部城祭りも高槻ジャズストリートも声ガラガラやったんですよ。歌手としてありえへん。あの本体のね、あ本体ちゃうわ、あのその本体ちゃう、あのサッカーコーチもうちしとって、ね、そのサッカーコーチの合宿がねあってね、それでもう声ガラガラになってしもて、でステージに挑むというね、それで声が、ま、高音がガサガサの声で、お客さんには迷惑かけたなって思いながらも、それでも喜んでもらえたし、ほんま、お客さんとか裏方さんとか、裏方さんっていう言い方じゃない、もう裏方さんが主役やからね、もう訳分からなくて、いやいやほんまに裏方さんがおってうちら演じられるし、そうやね、そうだからあの人らのおかげ、うちらはだから そこで最高のパフォーマンスをすることによってやっぱ喜んでいただけるんかなって、音響の方とかお客さんもちろん、だからそれで成り立ってますわ。うんだからね、これもちょっとロケ終わってから、ロケというかこの撮影終わってからゴミちょっと拾って帰りたいかなって思ってますわ。ちょっと話戻るんやけど、はい、ゴミさんってなんで音楽始めたんですか、はい、なんであの、ね、きっかけとかあるんですか。きっかけ、うん、ある。あのね、もう腹割って喋るけど、僕あの愛蔵、愛蔵なんすよ。いやそれはか。いやあの知らん人、うん、いいんやけど、あのゴミのね、あのじゃあ宮間町、南丹市宮間町に遊びに行っとって家族で、ほんであの阿州ささりっていう奥の方があるんですけど、そのささりにあの遊びに行っとったら、あのバイク乗ってはる2人組がタバコを吸ってはって、ほんでそのタバコをまあ見とったら、あのポイッとほかさあったんですよ。めっちゃ綺麗なとこでですよ。これなんでそんなことできんのってイラッと一瞬したんやけど、寄り添っていって、あのちょっとここら辺ね、やっぱりこうやって素敵なとこに来てはるし、綺麗なとこに来られてポイ捨てしはんのはあかんのちゃいますかね言って、そんでもう心の中ではゴミ拾えほんでゴミ拾えやみたいな感じで、あのこのキャラクターが、キャラクターというか、まあ、本人なんやけど、キャラクターが出来上がって、うん、でゴミ拾え、あこれはいい、捨てないでっていう歌歌ったらええんちゃうかなっていう、うん、そっからだから、あのバイク乗る人がおらへんかったら、多分ポイ捨てする人がおらへんかったら、このキャラは生まれてへん。キャラ、ね、うちは生まれてへん。うん、だからうち、そうその2年前にポッと生まれて、うん、ポッと生まれてポッと53歳になった感じ。うん、わかる。プノンペンはどうなって。いやほんでプノンペンはあのそのどうやったんやかな、あの架空の、なんやろ、架空なんか現実なんかわからんけど、だから記憶が曖昧なんすよ。うん、気づいた時にはゴミ拾いになってて、そうなんやろね、不思議やね。うん、はい、ほんまに。でもいいね、こういう自然の中でこういうビブラスラップも入るよ、これ響くわ。
最高やん、響くね、虚しいね、染み入るわ、うん、さっきも犬の散歩してはる人うち見てびっくりしてはったもんね、うん、声かけよう、まあ、ちょっとかけたけどね、うん、苦笑いしてはったわお気にいやでもいろんな方とゴミ拾いになって関われて、うん、あの応援してくれはったり、今日今着てる服もせやし、うん、ネックレスも、ほんでこのなんやこれ頭にやってるのなんていうのね、分からへん、頭髪飾りでこのイヤリングも全部いろんなさまざまな、このポーチも、うん、これもいいですね、そうこのポーチも買うたらなんか海外の支援になるみたいな、へ、うん、ほんでこれをポーチだけ買うたのにいっぱい化粧品入れてくれはってそう、ほんで未だに使い方分からへん化粧品いっぱいにやけどね、いっぱい、うん、うちまだ化粧慣れてへんから、誰かに教えてもらうとか面白いじゃん、な何を化粧、化粧ね、上手い人になって、そうそうそう、いや何たらしでもなんか声かけてくれたって、今度だからあのうち捨てないでの他に今2曲目、うん、カラスっていう歌を、はい、黄昏女房今津くんと園ちゃんと、ほんで超強力プロデューサーあの兼ギターの溝下はじめさんっていうね、うん、ラブハンドルズっていう、あの ユニットの、うん、その方だから、あの世界陸上の、分かりやすく言ったら世界陸上の織田裕二さんの、うん、オールマイトレジャー、あなたが笑ってくれるそれだけがうちのオールマイトレジャーっていう歌、もうちょっとしたら世界陸上あるでしょ、だから多分流れると思う、その歌を作ってくださった方が2曲目のタイトルだけなんですけど、カラスっていう歌を今もうレコーディング段階まで行ってます、おっきに溝下さん、おっきに、それいつぐらいリリースがあるんですか、うーん、秋にはで、もう1曲ぐらいアイドルチックな歌も入れて3曲ぐらいで CD 出したいですね、いいですね、うん、もううちあのそないなったら全国車で配りに行く、うん、売りに行く、来年、いいですね、来年にはほんまに、もうそのうちみんなの手元に届くように、そうですね、はい、ほんなら、はい、うちのオリジナル曲アカペラで一番歌おうかしら、はい、歌ってもいい、はい、聞きたい、ぜひぜひ嘘くさいよすいません、おっきに、ほんなら、それでは、お聴きください、ゴミ拾え with 黄昏女房で捨てないで。それではお聞きください、ゴミ拾い水黄昏女房で捨てないで、おっきに、誰も見向きもしない街、流れ過ぎゆく人混みで、置き去りのまま紙くずが一つぽつりとそこにある、一緒にあなたも捨てたいの、募る思いと積もるゴミ、燃える心と燃えないゴミは愛で分別するの、捨てないであなたの心、綺麗な街を見たいから、些細なゴミも見逃さないで、こんな私も捨てないで、おっきい、誰かが捨てた悲しみが海へと流されて、泳ぐことさえできぬまま、一人汚れた、まあ
メ糸もしも生まれ変われるなら私はゴミあなたはゴミ箱けじめつかない濁った気持ちあなたが断捨離するの捨てないであなたの心綺麗な街を見たいから些細なゴミも見逃さないでこんな私も捨てないで捨てないであなたの心綺麗な街を見たいから些細なゴミも見逃さないでこんな私も捨てないで捨てられてたら拾ってねはい、最後まで見てご覧いただきまして誠にありがとうございます、それでは最後今日のゴミと今日今拾ってきた今日のゴミまな板あるし焼肉のタレあるし料理できるわなほなほんならあい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 ぞー